東京都都知事の小池百合子です。皆さんにお願いがあります。コロナにならないよう気をつけてください。大切なことは手を洗う、マスクをする、人と人との間をできるだけ開ける、部屋の窓やドアを開ける、たくさん人が集まる場所へ行かない、人と近くで話さない、全部大切です。特に冬は家族や友達と外で食事をしたり、お祭りやイベントに行くことが多くなりますね。オンラインのイベントや家族と家で食事をするなど、楽しみ方を変えてみてください。大切な人を守るために、コロナにならないように気をつけましょう。